これはオフラインで楽しむドラゴンクエスト10の物語。ドラゴンクエスト10がオフラインで新登場。世界から忘れられし人間たちの村エテーネ、その平和な日々は冥王ネルゲルによって突如奪われます。封印された故郷の地を取り戻すため、あなたの魂はアストルティアの大地に転生するのです。あなたと共に冒険するのは5つの種族の仲間たち。力と勇気のオーガ、こんなものね、花の民プクリポ、僕たちの勝利です。自然を敬うエルフ、あっち行って、すごいすごい。水の民ウェディ、いい経験になったぜ。富と技術のドワーフ、いいポンコツっぷりですよ。それぞれの種族の仲間と共に世界を救う冒険の旅へ。それがドラゴンクエスト10の物語です。新たな世界アストルティアがあなたを待っている。さまざまな敵が襲い来るスリルのあるバトル。選んだ職業で使える武器、装備も変わる。自分なりの戦い方で有利にバトルを進めよう。レベルアップで獲得したスキルポイントをスキルパネルに割り振ることでキャラクターの能力がアップする。冒険で手に入れた素材は鍛冶や錬金で使用できる。鍛冶で作った強力な武器を仲間に渡してパワーアップ。手加減はしないわ。やあ、いただきます。こんなものね。またオフライン版ならではの新たなキャラクター、新たなストーリーも登場。僕はお前の進む先を見てみたい。みんなで一緒に見に行こう、私たちの未来を。時には個性的なゲストキャラクターも冒険に協力してくれる。その他、強敵と戦う魔法の迷宮、ゲットしたアクセサリーを強化したり、アストルティア各地で楽しめる釣り、何が当たるかお楽しみの福引き、シリーズおなじみのカジノなど、お楽しみ要素も満載です。仲間たちと共に新たに刻む冒険の旅。ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族オフライン。